ふるさと百、餅祭りは、北海道岩見沢市で毎年秋に開催されている、祭り。同市の観光協会によって、岩見沢のご大祭りの一つとして位置づけられている。1983年より、商店街の活性化を目的に発足。岩見沢市の若い力と未来を象徴するとともに、五国豊穣、商売繁盛、長寿、岩見沢市の発展を祈願する。 岩見沢特産の米を特大の薄とキネで漬き、餅の量は1回あたり 60kg、3日間の合計で 420kg にも及ぶ。漬かれた餅は約1200食のお汁粉にされ、来場者に無料で振る舞われている。この祭りのメインとなる大薄餅つきは、木会場のキネをロープと矢倉に取り付けた滑車で釣り上げて、 約5メートルの高さから落下させるもので、酔いと負け方式と呼ばれる。綺麗を釣り上げる際は来場者も加えた約200人もの力が必要となる。ウスは数年ごとに世代交代が行われており、現在使用されているウスは7代目。百持ちの名は岩見沢市会期100年を記念に開催されたこと、開催日が敬老の日で100歳まで生きる。 長寿の願いが込められたことに由来する。歴史は浅いものの、第12回ふるさとイベント大賞で優秀賞を受賞するなど、個性的な祭りとして評価を得ている。来場者数は、おおむね15から20万人前後で、過去最高は2014年の約25万1500人。地元の野菜の販売や飲食店の屋台が並ぶイベント、 岩見沢情熱フェスティバルと日程の重複する2.3日目に来場者が偏り、初日は人手が少なくなる傾向にある。ありがとうございます。